い、ガラシレイです。ボバクラシックレースの最終戦菊花賞の前日に東京競馬場でもう G1 並みに豪華メンバーが揃った富士ステークスが開催されます。この動画ではその予想をお届けしたいと思います。では今回本命に選びましたのは大勢ビジョンです。朝日杯フューチュリティステークスでサリオスと戦って2着に敗れたことで、当初から陣営の路線はサリオスやコントレイルと当たらない、この子たちと当たらない NHK マイルを3歳春の目標に掲げておりましたが、ねえ、残念ながら4着に敗れてしまい、 G1 制覇は秋へ持ち越しとなりましたが、この秋の狙いはもちろんマイルチャンピオンシップを狙っての叩き台の一戦がこの富士ステークスということになりそうなんですね。なんですが、もうね、今回のメンバーであれば馬券圏内は外さないと見て本命に選びました。続いて相手に選んだ1頭目が K.I. ノーテックです。 G1 での掲示板付近の着順で惜しい競馬をね、ずっとしているんですが、でも2年以上勝ち星から遠ざかっているという2018年の NHK マイルカップの優勝馬ですね。で、そろそろ一発あるとすれば同じ府中でのね、この舞台での巻き返しに期待したいところですね。そして次に2頭目に選んだのがワーケアです。2000m 戦の重賞を中心に戦ってきた馬なんですが、マイル路線に変更してきたことで新境地が見られる可能性は十分に考えることができそうです。鞍上のクリストフルメール騎手も5年連続このレースで連帯しているというね、相性のいいレースということもプラス材料になりそうです。そして最後に選んだのがバンドギャルドです。前走の安田記念での大敗は実力的なもののありましたが、でもスタートでの出遅れが大きな痛手となったことも確かなので、今回のメンバーでスタートさえ決まれば上位争いしても不思議ではない一頭と考えることができそうです。で、人気的にもね、ちょっと落ち着きそうな今回は狙ってみたいと思います。それでは今回は以上の4頭を3連複1頭軸に本命の大勢ビジョンから相手3頭に流した3連複3点で的中を狙いたいと思います。今週は菊花賞の予想動画も公開されますので、お時間がありましたらぜひそちらも合わせてご覧ください。それでは今週も皆様からのチャンネル登録お待ちしております。ではまた次回の予想動画でお会いしましょう。五十嵐レイでした。今週もありがとうございました。